やるね。やあ、そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな。最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ、どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも本当に困難な状況じゃこんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。は、はい。アルレルト、貴様に用がある。助かるよ。アルレルト、何をしている。ついてこい。あ、はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体はわからんが、夜間の外出は控えた方がいいぞ。もう家族を失いたくない。ありがとう。今日こそお詫びを果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。もちろん、でも大した話ではないかもしれない。エレンとアルミンは幼なじみで、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつもとにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していってアルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵でよく昼間からお酒を飲んでいて、それから ハンネスさんのお酒の話は関係なかった。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。
すごいな。どうも。私に何か用ですか？すみません。急用を思い出しました。また今度に。どうしたの？今の。ねえ、サシャと喧嘩でもしたの？ダメだよ。早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは故郷の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。ですか。今度は何でしょう。クリスタたちに聞いたんですね。私がこの言葉で話す理由。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私、故郷の訛りが恥ずかしくて。それに、ずっと村で過ごしてきたから、狩猟のこと以外、何も知らないんです。だから、周りに遠慮してしまって。けど本当は、皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです。力を貸してくれませんか？ございます。あなたなら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。見事なものだ。
こっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね、すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。お母さん悲しむから。待って、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。うん、私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。最後に勝利するの。休息も兵士の仕事だ。
お前は。感謝するぞ。おい、調子はどうだ。絶好の実験日和だ。絶好の実験日和だ。やるじゃねえか。何か提案が。意見があればいつでも来いよ。意見を聞かせて。
片付けよう。次だ。相手になるよ。落とした。始末してやる。ばかりして私はあんなにやるぞ。
始末しやれ。さあ討伐完了。せあ片付けよう。
もう家に帰りて。こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応、爆発だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵団拠点の設置任務に加わってもらう。兵団拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵団拠点を設営する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。やるよ。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控えろ。いいな。の巨人の位置は鼻でわかる。やるよ。次だ。拠点を作ってくれ。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。片付けよう。
ありがとう。私、増援を呼んでくる。自分の身の安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。私はここの守りを固めておこう。拠点はここだね。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。行くぞ。片付けよう。やるよ。あいつになるよ。手が足りねえな。まだだね。あいつになるよ。こんなもんか。マリア、これで増援を呼びに行けるぜ。始末してやる。やるよ。討伐完了。片付けよう。こんなもんか。やるよ。神殿は経験が浅い。俺が何とかしてやらねえとな。俺はここの守りに徹する。相手になるよ。少しだ。はっ、よっと。鼻が効くが、エルヴィンほどには効かない。そんなもんか。拠点を作ってくれ。
見張り拠点の設営は完了したようだな。これで巨人の接近を容易に察知できるだろう。相手になるよ。そうなってよかった。無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。やるよ。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。救援要請を確認。私が迎える。まだだね。相手になるよ。俺だけじゃどうにもならん。分かった。やるよ。相手になるよ。始末してやる。行けた。頼みます。分かった。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。片付けよう。こうも手こずるとは。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。それが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。やれ。すまない、俺は増援を調達してこよう。片付けよう。やるよ。味方が優勢だな。このまま押し込もう。押してる押してる。ガンガン行こう。片付けよう。味方が優勢だ。この木に乗じよう。うわあ、すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。任せとけ。やるよ。こんなもんか。兵団拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。始末してやる。勝因撤退。巨人を討伐し急ぎ退路を確保せよ。相手になるよ。始末してやる。そこを守って奴らを止めて。相手になるよ。やるよ。始末してやる。奴らに兵団拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。やるよ。いけた。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。リヴァイ、お前も行ってくれるか。ああ、了解だ。
なもんだ。死んではいないな。はい、問題ありません。あいつになるよ。ナノさん頼みます。分かった。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。始末してやる。兵站拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。拠点が壊されてしまったか。残念だが作戦は失敗だ。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。やるよ。このままワイルドな神兵がいたものだ。始末してやる。次だ。やるよ。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。あいつになるよ。こんなもんだ。始末してやる。やるよ。討伐完了。すごいじゃないか。
前も言ってくれるか。ああ、了解だ。様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした？何か事件か？被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。
で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。やってやる！な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か。ああ、お前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。なんということだ。心臓を捧げる覚悟はできてる。おいおい、落ち着くな。死にたくねえよ。何か食い物は？
にちは。おいおい、はあ、調査兵団として。君には何が見える？敵は何だと思う？いや、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺もう二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。そう、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。おいおい、お前の意見は？おう、あんたの意見は？やばそうだね。いや、どういうことだよ。
よ。なんとかしないとね。楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、やれるかわかんねえがやるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ。壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか。エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。
ってやる。君の意見は？何か提案がある。意見があればいつでも来い。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ私たちも配置につこうか。きっとエレンならやり遂げてくれるさ。私たちは私たちの役割を果たそう。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。巨人を目の前にして命の危険を感じない人間なんていないと思うけどな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。
悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。間の悪い。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。やるよ。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。やった。相手になるよ。始末してやる。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着けエレン。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。あの巨人、まさかあれが。マジかよ。自慢してやる。何？何の音？何が？この状況で一番面倒な奴が来やがった。どうも。兵長、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？いいね、当たってよ。モブリット大変だ。エレンが、エレンが片腕だけ巨人になってる。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきてやがる。ハンジたちに構ってる暇はねえ。やっほー、見ろモブリット、この腕。分隊長、今はそれどころじゃありませんって。この状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。やるよ。さあ、レモさん、頼みます。分かったよ。エレンのやつ、一体どういうつもりだ。始末してやる。ねえエレン、巨人化した部分ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。分隊長、近づきすぎですよ。って言ったそばから。分隊長、片付けよう。どうなつかみは。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。エレン、その腕触っていい？いいよね。分隊長、一気に急ぎすぎです。相手になるよ。片付けよう。大の感じは相手になるよ。任せます。了解だ。この右手の綱姫、どうなってんの。すごいみたい。そうだ、さっさとこの手を抜いちまえば。こんなもん。
ちょっとエレン早すぎるってまだ調べたいことが。ただ実験はここまでだ。さっさと撤退するぞエレン。お前は俺についてこい。お前もエレンを護衛しろ。こんなもんか。エレンには俺たちへの敵意が、いや人類への敵意があるのか。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。縁談か。救援に向かおう。エレン、気分はどうだ。あまりよくありません。実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃねえ。救援要請ね。助けに行かないと。やるよ。こんなもんだ。へえ、やるじゃねえか。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。始末してやる。片付けよう。佐藤さん頼みます。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。君だ。やるよ。エレンのやつどういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。あいつになるよ。マグリットさん、次は気をつけてくれよ。どうも。やるよ。こんなもんか。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。始末してやる。グンタさん、
点はここだね。そりゃ巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だな。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっている。はい。くそ、俺にできることはねえのか。やるよ。次だ。始末してやる。相手になるよ。軍のファブリットさん、任せます。分かった。巨人の数が多いな。この野郎、離せ！距離を取りながら戦え。ワイルドな新兵がいたものだ。そう、エレン、また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの？始末してやる。お父さん、どうやら俺たちに興味はねえようだな。なあ、やることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい？ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。任せます。分かったよ。
好都合だ。今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えるとおのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？いや、そんな不確かな条件ではないと私は考えてるんだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だかな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったなエレン、俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。私たちを信じて。はい。誰よりも現実を見てる。今何をするべきか。部下の生活を守らねえとな。
穏やかな気分だ。意見を聞かせて。やるね。よう、君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリット・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。なぜって、もちろん将来有望そうな兵士がいたからさ。いつだって調査兵団は君のような兵士を求めているからね。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。大丈夫、心配しないで。よう、おはようさん。ん？クリスタ、お前どうした？疲れてんのか？ちょっとね。昨日の夜、座学の課題が終わらなくて眠れなかったの。なあ、お前まさか昨晩も町に出てたんじゃねえのか？行き先はどうせ駐屯兵団の診療所ってとこだろ。今さら隠したって遅いぜ。私は知ってんだからな。クリスタ、お前またいい人やろうとしてるだろ。少しは自分の身を顧みたらどうだ？まあいいや、次の座学でお前が寝てても起こしてやらねえからな。いい人か。ユミルの言ってることが正しいって私も分かってる。でもあの子の悲しそうな顔を見たらどうしても放っておけなくって。かといって確かに私一人じゃ診療所に毎日通うのは無理だし、どうしたら。悪いよ、あなたにも迷惑がかかるし。本当に手伝ってくれるの？それじゃ
お願いしてもいいかな。でも本当に無理しない程度でいいからね。調子はどうだ？元気そうだな。エレンたちはどんな感じだ？またエレンが面倒ごとを起こして、それをミカサとアルミンが世話してるってところか。あいつら三人のやってることは昔から変わらねえ。エレンのやつはろくに喧嘩も強くねえくせに、敵の数も見極めず突っ込んでいって、ミカサとアルミンがその尻拭いをする。違うのは敵がガキ大将か巨人かってだけだ。腐れ縁ってやつだろうな。俺はよ、あの三人のいい理解者になれるよう努めてるんだが、せいぜい見守ることぐらいしかできてねえ。どうすればもっとあいつらの力になってやれるんだろうな。おっと、そろそろ仕事に戻らねえと。そのうちまたお前らの様子を見に行くからよ。
励んでいるか。私は調査兵団団長、エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。お前か。いざとなれば俺が。お前の意見はどうなんだ。緊張。元気かよ。アルミン。エレン、何かひどいことされてない？
ねえよ、そんなことは。なあ。何をされたの？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。おい、余計なこと言うなって。お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン！まさかお前まで。今、なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。チッ、そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。問題ない。油断は禁物だ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。また一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。
第57回壁外調査を開始する。進め。旧市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。落とした。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミケ、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため、巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すれば、より早く旧市街地を通過させられる。ミケさん、この大通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。始末してやる。救援要請か。行くぞ。ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。相手になるよ。片付けよう。やる。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。始末してやる。ゲルガーさん、任せます。任せとけ。落とした。こんばんは。これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。こんなもんだ。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。後続班が移動するようだな。早く進軍ルートを確保しなくては。よし、これで大通りを通過させられるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。片付けよう。ミケさん、頼みます。戻った。大通りの巨人は相当強いな。安全に通過できるはずだ。ありがとうございます。道の安全は確保してある。このまま進め。助かった。ありがとうございます。怖い。落ち着け。出口まで我々が援護する。やるよ。おお、片野さん、任せます。そこ。こんなもんか。
の調子はどうだい？いけ。まあまあな。今回も役に立ってくれればいいんだ。ん？ありゃ。おい！お前と会えるとはな。すまねえが、巨人が出た時は援護頼むぜ。拠点を作ってくれ。助かりました。私、先に本体と合流してますね。拠点はここだね。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。片付けよう。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。片付けよう。やるよ。ここを確保すればゴールドパワーも移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。片付けよう。よし、我々が加勢する。やった、これで後続班もここを迂回しなって済みそう。続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。相手になるよ。始末してやれ。こんなもんか。やるよ。片付けよう。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。大通りの巨人は相当しおいた。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。周囲の巨人は俺たちが引き受ける。お前は市街地の出口を目指せ。すみません、頼みます。相手になるよ。助かったぜ。先に平原の本体と合流してるからな。片付けよう。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。お前もありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。ありがとう。私は先に本体と合流している。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは。ゲルガーさん、飛行士か。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。
今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体勢を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。いいか、シンペ、あまり余計なことを知りたがるんじゃねえぞ。まあこいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。足を引っ張るもんか。ありがとう。やあ、行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長公安の小距離索敵陣形を取る。
分かってると思うが、先方の兵が索敵、伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし、行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形、展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、みんなもね。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。巨人か。どうだ。続けて鉢合わせるとはついてねえ。やるよ。このまま戻った。しばらくやる。こんなもんか。の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。拠点はここだね。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。
でこんなに巨人が出るんだ。やるよ。数も多くなってきてるぜ。ダク、索敵班は何やってんだよ。次だ。やるよ。相手になるよ。片付けよう。始末してやる。やるよ。戻るんだ。相手になるよ。こんなもんだ。こうも巨人に出くわすとは。何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、変弾だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。愚痴は後だ。まずはここを切り抜けるぞ。片付けよう。お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。相手になるよ。始末してやる。相手になるよ。傾けよう。このままやるよ。くそ、傾けよう。の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、縁談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。始末してやる。やるよ。こんなもんだ。片付けよう。巨人が多い。この状況、何かあったのか。やるよ。始末してやる。落とした。どうだ、体が。まだだね。相手になるよ。片付けよう。助かったよ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて。
さないのか。顔を確認した。アルミ、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁談、右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ、あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。イーケツした巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。クーだけの他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。いや、誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。始末してやる。あの縁談、助けが必要だな。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。どうだ。やるよ。戻った。されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。あれはかなりまずい状況だぞ。すでに陣形が乱れちまってるようだな。しっかり頼むぜ。やるよ。ちっちゃ。やるよ。あっ、ちくしょう。
ンスがいいな。始末してやる。やるよ。片付けよう。こんなもんだ。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。救援要請だ。よし、少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。刃をぶち込まれてえか。始末してやる。ある巨人への認識が甘かった。すまん、こっちを手伝ってくれるか。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。苦戦してんのか。まずいな。Stop right now!
がとう。私たちにはこれがあるから、しばらくここに留まってみるね。後から来た班に合流するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。呼んだのか。まだだね。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。守りやがった。じゃあ十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。くそ、これじゃどうすることもできねえぞ。
そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。つもりなの？とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。はっ、始末してやる。相手になるよ。どうだ。あっ、やるよ。落とした。片付けよう。始末してやる。このまま。片付けよう。始末してやる。どうだ感じは。の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。やるよ。次だ。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。なんでこんなところに巨人がいるのよ。あそこで戦ってる。急いで加勢しよう。やるよ。始末してやる。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。え、リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。やるよ。始末してやる。こんなもんか。お前ら、いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。落とした。まだだね。始末してやる。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。拠点は頼んだ。行かせんと。また戦ってるよ。助けに行こう。
ライハンがどこにいるのか早く情報を集めないと。な、しばらくやる。ユリサ、あはあ、大丈夫なの？悪いね。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか？急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。片付けよう。落とした。くそ、やるよ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか？あいつにやるよ。このまま突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。片付けよう。ごめん、巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。うん、いい調子だね。このまま寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。あいつになるよ。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。片付けよう。そうだ、このまま落とした。なぜこんなに巨人が現れるんだ。急いで助けよう。やるよ。片付けよう。始末してやる。次だ。やるよ。異性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。まだこの辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。今度こそ何か手がかりにつかめるといいんだけど。拠点はここだね。
リヴァイ班の人じゃないかな。始末してやる。私たちを信じて頼って。次だ。ありがとう。伝令のために班から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？わかった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？わかりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える？兵長たちは今、あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。忙しいのに、なんで私が拠点の設営なんて。おい、お前手伝ってくれ。これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。片付けよう。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。始末してやる。やるよ。
ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。俺が姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。何で駆けるって、一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エル、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ、自分を信じるか俺やこいつらを信じるか。俺には分からない。ずっとそうだ。自分の力を信じても信頼に足る仲間の選択を信じても結果は誰にも分からなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。エレン、信じて。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。Thank you.
なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あちらどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ウォールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろう。あの縁談、助けが必要だな。拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。になるよ。片付けよう。相手になるよ。こんなもんか。もう大丈夫だな。
か。うん、拠点の準備ができたからみんなうまく使ってね。やるよ。どうだ、片付けよう。あの縁談、助けが必要だな。このな、やるよ。どうだ、神は始末してやる。相手になるよ。片付けよう。ここに拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。始末してやる。相手になるよ。準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。やるよ、相手になるよ。どうだ、このまま。始末してやる。いい動きをしているな。あいつになるよ。こんなもんだ。やるよ。次だ。始末してやる。これで貴公子は駆逐できたな。急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。何でもいい、ここを通すな。あいつがこんな数どうすりゃいいってんだ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。やるよ。どうだ、神は。相手になるよ。こんなもんだ。やるよ。よっと、片付けよう。始末してやる。落とした。どうだ、このまま。どうだ。
気だな。俺も負けられねえ。相手になるよ。やるよ。始末してやる。片付けよう。相手になるよ。やるよ。さあ、こんなもんか。始末してやる。片付けよう。次だ。始末してやる。もう完了。この辺りの巨人は片付けたか。仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。相手になるよ。やるよ。相手になるよ。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。始末してやる。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。ならば苦戦してるみたいだな。いつどの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。落とした。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。お前センスがいいな。次だ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、
巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。森は立体軌道に有利だが視界が制限される。慎重に進もう。やるよ。佐藤さん任せます。分かった。一番にやる。どうなったんだ。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。やるよ。次だ。始末してやる。どうなったんだ。あの叫び声巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。分隊長、考えるのは後にしましょう。相手になるよ。片付けけ。新手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。すごいよ、その調子だ。よっと。こんなもんか。
の西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ、てめえ。そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エレビ。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。油断は禁物だ。行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。
リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。ご分を。進もう、振り返らずに。リヴァイ藩のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。相手になるよ。やるよ、始末してやる。相手になるよ、片付けよ。相手になるよ、始末してやる。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。相手になるよ。やるよ。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。片付けよう。やるよ。こんなもんだ。相手になるよ。片付けよう。やるよ。片付けよう。始末してやる。相手になるよ。討伐完了。さあ、ここで補給するんだ。やるよ。片付けよう。やるよ。始末してやる。相手になるよ。こんなもんだ。片付けよう。相手になるよ。やるよ。
してやる。片付けよう。よろしくな。分かった。やるよ。始末してやる。相手になるよ。みんなを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。今殺す。ここで惨めに死ね。クソ目型に無罪よ。見たか、すげえ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを殺す。信じて戦っていれば、こんなもんだ。最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、引きちぎってやる。ぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやる。始末してやる。
エレンはどこだ。よし、いいぞ。巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。ったく、次から次へと湧いてきやがる。相手になるよ。やるよ。片付けよう。しっかり頼んで始末してやる。相手になるよ。やるよ。こんなもんだ。始末してやる。こんなな。よろしくな。相手になるよ。私が囲まれちゃったみたいでね。やるよ。よし、この拠点で補給していくといい。相手になるよ。了解。始末してやる。やるよ。かかってよ。よろしくな。相手になるよ。目型を追うぞ。やるよ。しっかり頼んで。戦いが長引けば奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。始末してやる。巨人どもめ、邪魔すんな。相手になるよ。よし、こいつで足止めしてやる。始末してやる。よろしくな。しっかり頼むぜ。よろしくな。任せておけ。相手になるよ。片付けよう。巨人どもが邪魔だな。始末してやる。すごい、やるじゃない。やるよ。しっかり頼むぜ。よろしくな。わかった。生きてる。その女殺して体
中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。片付けよう。やるよ。味方殺すな。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そうか、お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。始末してやる。相手になるよ。落とした。そうだ。クソ、ここまでか。目方を逃がすな。そう。相手になるよ。始末してやる。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。
Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.